まあ、これからですね、まずはですねアウシュビッツ、正式にはですね、オシーエンチムというね、ポーランドの方ではオシーフィエンチムと呼ばれている土地でございますね。でこれがね、ドイツ語風に発音でアウシュビッツというね、ドイツ人の発音でそういう風に呼ばれているというものでございます。オシフィエンチムのところにはポーランド軍の駐屯地があったんだそうでございます。その跡地だったということ、そのために、民家からで、ね、町から離れているということ、それから隔離するのに良い、ね、秘密なことを行うには便利が良かったということでしょうかね。このアウシュビッツ1号2号そしてですね3号、それからそれにまつわるちっちゃな収容所というのもたくさん管轄の中では作られていたそうでございます。もともとですね、ユダヤの人たちがなぜねそんな風にですね、虐殺の対象になったのか、ポーランドの人が虐殺の対象になったのかというのは、ナチスドイツというのがですねだんだんとね、アーリア人至上主義というね、このヒトラーというのがですね、そういった自分たちの民族の至上主義をですね、訴えることによって、その人たちが葛藤だとね、劣等だと思う人たち、そういう人たちを絶滅するというのがね、一つのナチスドイツとしてのね、ものだったようでございます。そういう意味でね、遺伝的なものとか人種的なものとかね、そういった人体実験及びね、いろんなことをやっていたというかですね、当時のナチスドイツというふうにね、言われているものです。アウシュビッツの入り口に着きました。はい、専用のイヤホンです。アシュビッツ絶滅強制収容所の方にね、これからね、見学をしてまいりました。中の方では恐れ入りますが、携帯電話お切りくださいということです。働けば自由になるという有名なもんです。ビデオ撮影 OK ですが、ガイドさんの声は撮影録音禁止です。番号はバラックの番号です。ここは今24です。労働するときは有刺鉄線の外へ出て、強制労働させられていたそうです。これからこの建物の中に入ります。この地図を見ていただくだけでもちょうどヨーロッパの中央に位置しているというのが、ね、これで分かっていただけるんじゃないかと思います。でヨーロッパの中央にこのアウシュビッツがあるということがお分かりいただけると思います。でこの黒いね、ものがここで亡くなった人はおよそ50万人と言われるそうです。ここにあるのは焼いた人の灰だそうです。火の部屋です。これから2階に上がります。ガス室の模型です。
それの缶で、これが入ってた缶です。この先の部屋は撮影禁止です。人から採取した尋問等があるそうです。4号棟を出て次のところに向かいます。当時のユダヤ人が持っていたものを展示しているそうです。自分たちの名前だとかなんかを表して、まだこれを書いてるときは生きて帰れると思って書いたそうです。残された靴の山です。ずっとこの両側に並んでいます。これから行くところは銃殺刑にあった人が収容されてたところだそうです。これから見るのは死の壁と言われる壁の前に立たされて銃殺をされたところだそうです。銃殺刑を見せないように窓に覆いをしてます。裁判が行われた。ここは公開公主刑の場所。一時に12人が見せしめのために公主刑にされたそうです。最初は囚人服を着せて写真を撮ったそうです。ヘスが公主刑にされた公主台です。これからガス室、そちらの方に向かいます。ガス室です。まずシャワーを浴びましょうということで連れて行かれたそうです。焼却炉です。足元にレールが、焼却炉を出てこれで見学は終わりです。ね、すごいのがあのシノモンって呼ばれてね、列車が入っていくというのがこれからのビルケナウになりますので、まあ、そちらの方まで10分ぐらいですね、少々お待ちいただきたいと思います。ここからね、歩いていきます。ここはトイレ、時間を決められて、集団で行っていたそうです。
ここは住居スペースです。全体が見渡せる監視塔に登ります。人類、ね、の一番の負の遺産なんて、ね、言われておりますが、ぜひ多くの方に、ね、おいでいただければと、ね、思っておりますので。